高田校長初ドライブということで。初ドライブありがとうございます。じゃあもう早速行っちゃいましょうか。行きますか。はい、ちょっと運転しちゃいましょう。ちょっと車の通り結構激しいですけど激しいんだよな。朝だったかなこれ。はい、 B、 あ、 B だよ。あ、これか、ドライブってここなんだ。はい、ここなんだ。 OK です。サイドブレーキはどうですか。サイドブレーキってどれ、どこだ、これ。そうなんですか。 足元、右足のところ。あ、足か。あ、解除解除、OK です。はい、わかりました。じゃあ、行きます。はい。うわ、教習所と全然違うから怖えな、マジで。実践すぎんな、いきなりとは言いつつも、別にもともと運転してたからな。おー、運転してる。ここの平尾マジうまいっすよ。ここ超有名。なんすか。天ぷらです。カウンターがむっちゃ長いカウンターがバーってあるんですよ。天ぷら揚げたてをそのままこう前に乗せてくれるんですけど、安くてうまいんで、ここむちゃくちゃ混んでますね、いつも。巻きのうどんも、まあ、チェーン店だけど、うん、うまいっすね。まあ、ウエストぐらい有名っすね。うまいっすね。うん、あ、そう、うん、平尾はありやな。まあ、一向車もうまいもんな全部じゃないっすよいや、ただちょっと固めてますね、ここ多分。あ、なるほど。はい、かましてます、多分観光客に。はいはいはい。ここ緊張すんな、高速に。でも空いてるぜ。初高速。はい、めちゃめちゃ空いてる。今あれですね、坂田校長の実家に向かってるってこんな運転途中で言うそれついにドライブもね最終回ということで。本当だよ。最終回でようやく初ドライブ聞いたことないんだよこんな悲しいことない。本当に10代の子たちと一緒に実習を受け、やっと念願の免許を取ったのに、なんで終わるんだよでも実家戻ってどれぐらいぶりですか。1年半か2年ぶりぐらいですか。じゃあ校長になってから初実家戻ってないってことですか。戻ってないです。今日実家に戻るわっつったら、一応言ったんですよ。はい。したら昨日やと思ってたみたいで来るの。もう何回も言って LINE も何回もしたのに、早朝に起こされましたね昨日の。すっげえ心待ちにしてるじゃないですか。はい、校長の実家ようやく今日。いやー、公開。でももう俺の実家生徒行っちゃってますからね一人上がっちゃってます。上がっちゃってんだよな。最終回か、ドライブいろんなとこ行ったな。今ブワーって思い出したんですけど、うん、1位何やと思います。湘南。うわー、雨上がりのゴーカートっすね。ああ、ロケできねえんじゃねえかと。初ロケか、あれ。コロナであんま寝れなくて、やっと行ったと思ったら雨で、おじさんがホース一本で水たまり、ね、吸い込んでました。吸ってた時、ま、マジアナログすぎねえかと思ったんですよ。ほったらかしも最高でしたね、本当に。そうですね。はい、めちゃくちゃ下手くそじゃない、はい、ちょっと今、母ちゃんの電話が鳴りまくって動揺しちゃった今うわ、俺全然できねえわ、駐車。どんなやったっけ。全然できなかったっす。もういいか、母ちゃん待ってますはい、すいません、もうこれでちょっと勘弁してください。じゃあ、駐車取ってしイエーイめちゃくちゃ下手やな。いや、段違いですよ。このギリかかる7秒。すごい農道通りますね。これは地元じゃないと絶対選ばねえよな、こうなんか、うん。中央保育園に僕通ってました、ここの。あ、ここに。東山中央保育園。うわー、こんなちっちゃいんや。ここです。え？これ？この家。これですか？こことここ。あれ？でかっ。はい、ここがばあちゃん家で、もう2世帯やったんで。ってことで、
実家に着きました。2年弱ぶりぐらいの実家です。ちなみにここが今の家で、こっちが、まあ、じいちゃんばあちゃんの家で、小学生までここで、あ、そうなんですね。はい、小5、6ぐらいからこっちなんですけど、でももうこっちはね、誰も住んでないんですけど。はいはいはい、はい、じゃあ、はい、やります。うわぁ、久しぶりやな、こっから入ったの俺。いいですか。久しぶりです。はい、おはようございます。おはようございます。あ、はじめまして。よかった、光るな母です。完全に母ですね。完全に母。おー、よかや。あ、白髪で、はいはい、うん、あがり、はい、お邪魔します。母、母千代子です。母千代子です。お世話になってます。お世話になってます。こちらこそお世話になってます。大変、はい、やったですね。どうぞお上がりください。すいません。どうぞどうぞ。散歩ってろと思って暖房入れたんです。え、これ何、どういうこと。なあ、あなたの写真から何からこういっぱいあったけ、私が全部、全部、うわ、懐かしい。全部お母さんが入れとったもん、ばあ。そう、段ボールにありました。小学校の作文から少女から全部、大学全部あるよ。おもしれ。ただ中学校のね、卒業アルバムだけは見つけきらん、はい。卒アルはね、仮パクされたんですよ、友達にみんなに。ほんと、これおもろすぎるな。小学2年生の時に作った。ありがとうございます。幼すぎるな。忙しいから、夜中の3時起きでしょうが。うわー、うわー、高3っすわ、これ卒業式や。うわ、ね、若っ。行く園で、はい、餅を丸めるみたいなやつがあって、うん、これね、それを版画で彫ったんですけど、はい、彫ったらあのマジ職人が丸めてるみたいな。それ勘違いしてくれたのが賞取れたんですよ。あ、これの賞なんだ。これも賞取ったんですけど、結構いい、うん、これは兵庫の、兵庫、はい、なんか俺小1の時に挨拶の兵庫があるじゃないですか、はいはい、オアシス運動みたいな、あの挨拶は心と心の通信機って書いて、あ、俺、県の最優秀賞って言われる。小1の時に。小1か小2か。で、そん時の帰りで、マグロを、あの、ご馳走してもらった絵日記書いてました。小2か、じゃあこれ。そういうことか。はい。これは、あ、中学の時の卒業文集。将来の夢。ビッグ。なんか手先か何回も言ってるけどなとか、なんか意味わかんない、ちょっとフォロー入れてるな。よく行くお店が、あ、出ました。よく行くお店、大力うどん入ってますね。週に8回行くとか、はい、週に8回。いや、マジで中3の時めちゃくちゃ毎日行ってたんで。みんなに一言が、みんなに一言、はい、ピンチの時は俺を呼べ、すぐ駆けつけてお前のことぶっ飛ばしてやるっていう、マジちょっと生きてますね。こじらせすぎてんな。俺のことを見とけとか言ってるし、なんかポエムみたいなこと書いてる。中学校の前でも毎日毎日笑った、毎日毎日話した、それが全てだ、僕の全てだよとか、マジはずすぎる。はずすぎる。ちゃんとフォローでここに下に修学旅行授業昼休みってマジマジ目なやつも書いてる。痛いな。いろいろセロリのミニールハウスあるんですけど、ちょっと一番近い、本当もう家の裏のビニールハウスに連れて行こうと思います。もうここ一帯がうちのビニールハウスなんですけど、はいはいはい、うわ、ちょうどビニールハウス、ここ一面バーッとセロリなんですけど、もう刈り取ってちょうどもう、あれ、あれですか、あそこの部分ですね。500-600本あそこあると思うんですけど。あ、そんなあるんですね、あれで。はい、これです。めちゃめちゃ太いっすね。めちゃめちゃ太い、見てください。これが1本ですからね。みんな本当にこれがスーパーで並んでるやつと思うんですけど、うん、これなんですよ。あのトラクターで作るんですか。あれでこの段差を作るらしいですね。
すごい。高田校長の家から超近い、超近いだり、ああやっぱちゃんと混み始めてるな。すごいですね、信号坂田ですか。そうなんですよ、左クロの前の。そうなんですよ、ちょっとあれ撮っといて。そうですね。おい、よっしゃー、めちゃくちゃ寄ってるな。全然うまくできねえな。カレーうどんは有名ですね。うん、安い。安い。安い。安くないですか、肉うどんも。めっちゃ安い。昔ね、肉うどん250円とかやったんですよ。あ、そっか、言ってたわ。そう。だから、余裕で食えたんですよね、俺たち。その、はいはいはい、毎日小遣いで。僕は肉そばに、エビ天。はい。そばなんですか。僕、そば派なんですよね。全然。じゃあ、肉うどんかな、俺。うどんやっぱちょっと。どうしようかな。行ってみようかな。いつも頼む肉そばにエビ天、400円ぐらいです、これで。うわ、ちょっと。甘いなぁ。このスープが好きなんだよな。青春、絶対来てくれ、みんな。我が母校に。母校、はい、中学高校、高校、八女高校という、あ、はい、ちょっと迎えたいと思います。はい、お前、おお、うわ、やっぱいかついな。すごいですね、全国大会とか剣道部。あ、剣道部だ、やっぱすげえ。高校は変わってないかな。変わってないっすね。うわ、駐輪場や。これ武道場っすか。ここ、はい、あ、ここで部活やったの。剣道やってグラウンドだ。桜やな。この通りで当時俺が好きだった子が、はい、彼氏と並んで歩いてたぞっていうのを友達に聞いて泣いて帰りましたね。3人で一緒に帰ってたんですけど、はいはい、僕だけレギュラーなれんくて、はい、2人と一緒に帰れんくて、ここをずっと一人で帰ってましたね。でマジで何もないんで、街灯もなけりゃ、確かに本当に田んぼと、ラジオで結構聞かれてるって話を先ほど聞いたんですけど、ね、どんな感じで聞かれてたんですか。いや、母ちゃん毎日ですよ。毎日。で、私もラジコ。ラジコで。夜中のセロリ聞いて。ハウスで聞いたりね、家で聞いたり。寝てるっしょ、夜10時、12時は。いや、もう、いやいや、最初は頑張って起きて聞いたね。いや、もう私はダメ。もう寝いっとる。うん、お母さんは聞いて、8時、9時に寝ますから。3時間しか寝なくて仕事に行きよった。はいはいはい、でももう無理だわっちなったらね、ラジコにして、ラジコ聞いて、偉い。面白い内容は母ちゃんからあとから来て、うん、そのとこだけラジコで聞いたりとか、うん、最初の方はそうしてました、なんか覚えてる放送の回あります。最初の頃の緊張がバンバン伝わってきたね。声とかもう、うっそやろ、ひかちゃんちゅう、もうそばで、なんかな、そばで寄ったらこう
頑張れやっちこうね言う感じやったね。あーまあそれからどん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 慣れてきて、おーおーおーっちね、そう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 、なんとなくプロらしく魔術ができるようになってもう、うん、上から目線じゃないけど、おーおーやるじゃんっちゅう感じやったね。まあね、うん、結構マジで上から目線で結構ダメ出しきましたけど、ね、電話とか LINE ですぐ、そうそうそう、ちょっとまあまあ多いなみたいな口癖で、確かにまあまあって俺言うなみたいな、うん、LINE ですぐこう会話してましたもん。うん、もう口癖はやでやっぱずっと耳に入りますよね、光が言う言葉の、はいはい、あの何の時やったっけ、熊本とかが地震やったっけ、ああ災害があった時の豪雨でね、あ豪雨で、そうですね、豪雨の時、はい、一人でやった時かな、ちょこちょこあったやん。で最近はね、大震災の10周年のあれ、うん、あれはあったけど、やっぱり震災に関して、ね、はい、あれは聞いた、うん、みんながね、なんか避難した学校にね、状況が聞いたりしょったやん、はい、そうですね、10年前の生徒がね、そう、あれはね、やっぱ年ね、全然関係なく、はい、すごいな、内容よかった、歴史がすごい場合、スクールオブロックはち話しちゃったね、えらい感心した。それともう一つ最近やけど、あのほら、お父さんが運転しながらスクールオブロック聞いて、ね、そう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 、うん、はいはいはい、それを聞いて娘さんに教えたっていうとがまたすごいな、はい、うん、お父さんから娘に聞いてみてって言われて聞くっていうことはね、うん、それで聞いてますってこの間そうね流れた時は、ね、うんうん、娘さんがトラック運転手のお父さんに、うんうんうん、あのいつもありがとうみたいなやつを電話で言ったら、それお父さんもたまたま聞いてたっつって、そう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 、うん、今は本当もうあの安心して聞けるようになりましたけどね、二人のこうコミュニケーションっていうかね、小森くんはどうし、しゃべり上手じゃないですか、うん、もう素人が聞いたってなんかすぐわかる、はい、でもシカちゃんはまだね緊張が、うん、どうに気合い入れっぱなしやな、待って声が待ってね、これがキャラに今なっとってもいいやん、変えんでも、あ、そうです、最初はね、なんでこれ気合い入れやってやかーっていう感じでね、気合い入れないかんのよ、そうそう、わかるわかる、全国生放送やから、おー、わかるわかる、その気合いの入れ方がね、微妙にお母さんたちが考える、お父さんたちが考える気合がちょっと違うとった、はいはいはい、空回りってことやろ、うん、そういうこと、でもよ、でも今はすごいキャラでいいちょうも、そのままいけいけっつって、簡単に今そのキャラになっちゃう、マジマジ上から目線でしょだって親やもん、ね、いやいやいや、ちょっと待って、実際ごめん、あなたは素晴らしいちょうも、すごいと思うよ、思うけどね、はいはいはい、やっぱ、まあ、もうやっぱ自分でも分かるように慣れたねと思うね、喋りがよかった、小森くんについていけるちゃって思ったやん、リスナーさんが中学生高校生だから、もう親としてはもうなんか聞きにくいって思ったりですよね、かかる曲も今時の歌ばっかりやん、もう全然ついていけんた、まあね、音楽はね、もう最初の、うん、ラジコやっけ、うんうん、あ、もうちょっとこう伸ばしてね、はい、会話を聞くとか、うんうんうん、そういうふうな感じやったけど、やっぱどんどん聞くとね、うん、覚えてくるった、あ、ね、だもう、おーすごい、いやいや、売り出し中の人ばっかりや、そうそうそう、いやそうよ、うん、もうびっくりしちゃったよ、リサ先生とか、リサ先生、ヒゲダンとか、グリーンとかね、いや俺60の親父がそんな会話ね、みんな絶対しきらんやせんやろな、いや先生、先生、うん、先生今父ちゃんからヒゲダンって出たのに、いやいやいや、感動したわ、まだ知ってるね、だから、ね、リスナーさんに助けられるっちかね、なほら、そうそう、やったね、応援メッセージが来るから、もうね、1年になるしね、もうすぐね、あ、まあまあね、いや、なかなか聞きよってね、うん、全然大丈夫そうや、うん、うん、島根県17歳ヒゲ男爵です。僕が普段心がけている思いやりは、日本人、外国人、子供、大人、老人までの全ての困っている人々に自ら手を差し伸べることです。これが僕が普段心がけている思いやりです。思いやりティードライブ、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。気をつけて、はい、はい、